私二十歳の時に出会った男は良くなかったね。肝だったの私が。向かい来てって言ったら向かい来たし。それさ彼氏とかじゃなくてさ弟子とか家来とかさ。なんで当時で言えばその相手が 28?29 ぐらい、うん、なんだろう貢ぎ癖のある人だったんだね。会うたびにカートンくれたりとかするの。なんか分かる気がするな。何が？あ、そう、相手側の気持ちね。でもそれ結局詐欺師だった。ちゃんと訳あり詐欺で捕まるっていう。ちゃんとゴールがあるんですけど。そうだ、なんか貢がれてたんだろうねあれは。きっとまあそうだよね。カートン買ったり迎えたり1円も払わせてくれなかったもん。缶コーヒーも買わせてくれなかった。だからそれの反動で今それやっちゃってる。何詐欺だったんですか。え、それ言っちゃったら結構でかい事件のあれなんだよ。ああなんかあったね。だから私あの音信不通になって急に、1ヶ月ぐらい連絡つかなくて、何なんだろうと思ってミクシーニュース見たら本名フルネームで載ってるって捕まってた。そこから多分崩れたんだろうね。そうだよね、いろんな拓也さんが拓也崩れるみたいなね。男だったから変なのが多かったのか、これで女と付き合ってた子は別に普通だったってこと。うん、まあ、普通っていうか学生だったから。あ、まあそっかそっか。相手も学生だったから高校で一番可愛いって言われてる人にずっと付き合ってたんですよ。へえ。なんで付き合ってたのかは、だから、一生ちょっと微妙ってことです。でも確かに男の方はちょっとヤバかったもんね。あ、その頃から役中妻子持ち妻子持ち詐欺師だから。あ、それは覚えてるわな、インパクト強いからな。でも彼氏も彼氏みたいな人、あっちはどう思ってたんだろうみたいなのは、多少あんまり付き合ってると思ってないけど、あっちは思ってる可能性がある。私と一緒か。逆版ね。あ、でもそれ言われたらあったかも。今日プレゼントあるんだよねって言われて、え、何何って言ったら、こういう四角い箱を急にポンって渡されて、あ、なんかネックレスでもらえるのかしらと思ってパカッと開いたら家の鍵入って、これでいつでも来ていいよみたいな。鼻で笑ったんだ、あんた。想像つかない。もうそもそもネックレスって思ってたから、ね、お得意だと思うよ。あみたいな分かりやすい愛想笑いの後に家帰って、うん、いつからゲイだったよみたいなね。もう最初からでしょ。そう、最初から。でもなんか幼稚園の頃は女の子のことを可愛いとか言ってたっぽいんだよね。それ可愛いの種類が違ったんじゃないかな。そうだね。あと私年長さんで女の子引き連れて水戸黄門ごっことかしてたからね。階段降りる時に私が真ん中でこうやって小学校の時その二の真似してなんか脚立持ってちょっと従えて歩いたりとかして、あとあの朝倉泉高校さんの給食のテーブルこうゴロゴロするからさ「先輩!」とか言いながらやってたりとか。うん、私話薄いな。私一回その好きな人と部活終わり、向こうがサッカー部だとか終わって、なんかよくわかるけど謎に送ってあげてたの。ある時なんか雨の日に、私その時傘持ってなくて、向こう傘持ってたから、あ、早い傘できるじゃんと思ったら、私一生ずぶ濡れでさ、あの傘に入れてくれないんだけど、でもなんか送ってあげて、で、で帰りもずぶ濡れじゃん。帰ってきてお母さんに、あんた何があったのって言ったら、何でもないよって。あんたさ、散歩させられて犬みたいな。帰って鹿刺さって、あんたずぶ濡れなの。あれは忘れないな。今だったらワンちゃんでするカッパ着させてもらって。焼かされるじゃん。うん、まあ、確かにでさ、うん、女の子はあれ、うん、何なんだろうねあれね。あの違いなんだろうね。許されんのよ、うん、とか許されないよね。うん、女の子同士はあれなんで平気なんだろうね。綺麗なのかな。汚いってこと。頑張って汚いってこと。ブスを超えた何かだね。でも自覚はあるんだよ。女の話聞いて、なんかその女の子5人ぐらいのグループの中に男の子が1人だけいるみたいなのをたまに見るんですけど、めっちゃモテんなって思ってたんですけど。ああ、知らないとってことか。でも私もだから女の子の友達があまりにも多すぎて、あのすごい噂を流されてたよ。話だいたい。そうそうそう。すごい毎日女が違うみたいな。ああ、日替わりランチみたいな。今日はこれ。今日はこれ。今日サバ。嫌じゃない？サバに当てはめられた女。ちょっと生臭い。サバ女。今日サバ、今日豚。明日牛みたいな。メンチカツとかやだろ。重そう。油っぽいね。チキン南蛮タルタルソースみたいなね。
ね。いるいる。あ、世間体。え、でも世間体を気にして、それは逆なんだよ。だからそれでさ、ないじゃん。事件が起きないじゃん。何かをしようとしたわけではない。そう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 。そうだそうだ。何か思いついてなかったんだ。そうなんだ。一回、あ、そうかっていう顔をしてましたから。事件が起きないじゃん。何かをしようとしたわけ。そう。なんかそれキモいよね。うん、だからその2丁目の時も結構あったらしくて、うん、なんかゲイバーにのんけが働いて、うん、俺ゲイだからっつって女の子と仲良くなって、うん、でベロベロになってしたら襲われたりとかして、うん、でそっからイメージが変わって何回か言われたんだけど、うん、え、りょうちゃんもそうやってなんかおかまのふりしてるだけでしょって言われて、あ、言われる言われる、でもね、よく考えてってこれもふりしてたら私今女優レベルだからね。わかる、大女優だよね、うん、私たち。でそっからなんかこう見方が変わって、女の子好きなんでしょうとか言われがちになったりとかするから、それはやめていただきたい。あとね、公共の場で何かをするのをやめていただきたい。だからさ、公共の場でいろんなことやるから、もうゲイの人はみんなどこでもやるとか、そのゲイの価値が下がるというか、どうせあの人もやってんだこの人もやってんだみたいなさ、そういうのになっちゃうから、それはちょっとやめていただきたい。ストップ本当に。お願いやめて。ひがみとかじゃないからね、別に家の近くにさ発展公園があるのね、でなんかそこに、まあ、お客さんと家近かったから行ってみようよっつって行ったわけ。暗い時にね、りょうちゃん一人で歩いてきてみたいに言われてさ、本当にさ、ポケモンのように草むらからこうピッピッピッって出てくる人とかいたわけ。わかるわかる、ね、でもね、私一周したけど誰にも声かけられなかったの。あ、見えてたかしらって。ちょっと単価なんじゃって、ごめんなさい。ごめんなさい。私だってあれだよ、あ、これは言えないな。いろんな宿舎に行ってます。そう、ね、これは絶対ピーだけどとかね。しっかりねー。YouTube どころの話じゃない。そうだね。これ、これOPですね。いっぱいいるよ。言えない芸能人とかいっぱいいる。あ、もう、僕は本当ダメ。ああ。僕も役中だからダメ。やめて、俺このデータを自分家に入れたくない。いっぱいいる。いや、もう確定しちゃうから、ここで。私だから本当さ、BGM がさ、トゥルトゥルン、トゥル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 。そうだよね、だって宿舎とか入れないから。確かに。でも入らなきゃいけないの、呼ばれてるから。まあまあまあね。靴を脱いで、音が鳴らないように。サーチライトをこう。なんだっけ、トゥームレイダーみたいな。いっぱいあったよね、だから。サンタのコスプレでっていうお客様がいて、サンタを着るんだなって思ったら、トナカイだったりとか。あ、私がトナカイね。そっちね。なんかもうサンタさんの状態で登場した。しかも女性の。で、あの、トナカイだから、トナカイの泣き方でモノマネして。トナカイってなんて泣くの？あれ？それで私、ヒヒーだと思ってたの、その当時。本当はなんか YouTube で開いたら、わぁ、みたいな。トナカイの泣き声、全然可愛くないの。もうちょっとゲロ出ちゃってるそれくらいじゃない？うちらの寝起きじゃん。平気で一番びっくりしたのは、心臓の音が好きっていう人が一番びっくりした。CD がある。何々くんの心臓の音。録音させてもらうってことですか？そう。で、不整脈が最高って言ってた。医者だよ、そいつ。本当、わけわかんない。わけわかんないでしょ。それを13歳ぐらいからずっと29までやってたから、こうなっちゃった。逆にあんたもさ、あの、近づいただけでもう心臓の音わかるんじゃない？そう、あ、これだよ。だってさ、小学校の教員かなんかのさ、アンケート取ったらさ、ショタがめちゃめちゃ多かったんでしょ？あ、そうなんだ。ロリコンショタがめっちゃ多かったんだって。多分そうだろうなって思うのが、最初はそうじゃなかったとしても、ずっと、まあ、いると。いると、なんか僕らもそうですけど、やっぱり、子供の頃って、違う。そこだけ使うからおかしくなるんじゃん。そういう意味でね。言ってよ。姉ちゃん、誰ですよ。どこにする？そういうこと？俺がいつもここに来てるから、この中で探す。あ、で
でもほら最近ねユージに突っかかるから多分ユージなんだろうね。やっぱりやっぱ可愛いところが、ね、やっぱ好きな子に締めちゃうってやつだ、話の続きでした。